皆さんこんこにちは,はユーフォニアムがよく知られるようになったのは最近のこと。私の中高生の頃はバリトン・コバスと呼ばれ参考になるソロの音源も少なくせいぜいイギリスのロイヤル・マリーンズ・バンドのホルストの憎みのソロを聞いてイメージを膨らませていました。 東京芸大に入学してある日銀座の楽器屋さんで見つけたのがこのファルコーニの3枚のレコードです本当に擦り切れるくらいよく聴いたものですファルコーニの演奏はチェロのような速いビブラートと強烈なタンギングが特徴独特の節回しは当時の我々を虜にしたものです よくファルコーニの演奏を真似たり夜遅くまで誰かの下宿で語り合ったものです特にピッチのファンタジーオリジナーレは我々のお気に入りの一曲でしたねファルコーニといえば若いユーフォニアム奏者の皆さんには毎年夏にアメリカのミシガン州ブルーレイクで開かれる レナード・ファルコーニ国際ユーフォニアムチューバーフェスティバルが有名ですよねタイトルでご覧いただいたのは1989年私が審査でお招きいただいた時の写真ですまた昨年は新型コロナウイルス感染拡大のため初めてのオンライン審査となりましたがユーフォニアム奏者の国際的な登竜門として よく知られていますレナード・ファルコーニは1899年明治32年イタリアのナポリ地方に隣接する山合いの村ロゼート・バルフォルトーレに生まれましたふるさとは今でも人口1100人足らずの小さな村です9歳の頃お兄さんのニコラスがクラリネットを吹いていた村のバンドで アルトホーンを吹き始めたのがきっかけでバルブトロンボーンやバリトンホーンも吹けるようになりましたまた同時にバイオリンも習い始めますさすが音楽が文化として根付くヨーロッパですね1915年第一次世界大戦の最中お兄さんの後を追いかけてアメリカのミシガンへ移住ちなみにミシガン州は当時から自動車産業と 観光業でで栄える豊かな州でしたレナードはミシガンに着くなりお兄さんの働く洋服の仕立て屋で助手として働き夜は無声映画劇場のトロンボンボ奏者を務めます1917年芝居小屋やダンスホール無声映画劇場の演奏の傍らミシガン大学音楽学部の非常勤講師を務めます。 その後、1924年アメリカの市民権を取得1926年ミシガン大学音楽学部をバイオリン専攻で卒業音楽学士号 BM を取得1927年ミシガン州立大学 MSU のバンドディレクターに就任レナードは吹奏楽とすべての管楽器の指導を担当 ままたイタリア語の講師も務めますファルコーニ先生28歳でしたちなみにアメリカでは吹奏楽は公立学校の授業で行いますので教師にとって音楽の学位取得はとても大切ですレナード・ファルコーニは1927年から1967年までの 40年間ミシガン州立大学の教授として務めました主な仕事はバンドディレクターとトロンボンボユーニアムチューバの指導特にミシガン州立大学のマーチングバンドはスパルタン・マーチングバンドと呼ばれアメリカンフットボールで有名なローズボールやローズパレードに出演したりフーバー大統領にホワイトハウスに招かれたり また、ジョンソン大統領の就任式のパレードにも参加する全米屈指のバンドとしてその名を知られています。そのスパルタンバンドを育て上げたのがレナード・ファルコーニでした。ファルコーニ兄弟がアメリカにやってきた頃、アメリカの教育システムは黎明期、まだ始まりの段階でした。特に音楽や芸術分野では、 イタリア系移民の人たちが大活躍でしたしかしユーホニアムはまだ音大では少数派せいぜいナイトクラブや芝居小屋で活躍して学費を稼ぐのが関の山昼間はバイオリン専攻生として学位の取得に励んでいたのでしょうなぜならユーホニアムはフルートやクライネットのように多くの専攻生が集まる 楽器でではなかかったからです。またフットボールの盛んなアメリカではバンドの指導者特にマーチングバンドの指導者が必要とされていました中でもマーチングバンドの盛んなビッグ1 0やトゥエ1 2の大学では200人から250人の大編成のマーチングバンドが組まれるのでバンドディレクターは大忙しでしたところで お兄さんのニコラスさんはレナードが勤めるミシガン州立ではなくミシガン大学のバンドディレクターを勤めていましたが不幸にも聴覚を失ってしまいますそのニコラスさんと彼の作品「無伴奏ユーホニャムのためのマズルカ」について初演者のブライアン・ボーマンに話をしてもらいましょう「1964年 When I was a freshman at the University of Michigan School of Music, at one of my private euphonium lessons with Professor Glenn P. Smith, he showed me a new piece, Mazurka for Unaccompanied Baritone, written by Nicholas D. Falcone. Nicholas Falcone was the older brother of Leonard Falcone and was the director of bands at the University of Michigan until he became deaf in the 1930s. He still lived in Ann Arbor, Michigan, and came to many concerts of the School of Music, sitting in the back of the auditorium, observing even though he could not hear. The mazurka was dedicated to my teacher, Glenn P. Smith. Professor Smith asked me to play the premiere performance of this piece, which I did on January 31st, 1965. Nicholas Falcone came to the recital. And afterwards came backstage and thanked me for playing his new piece, and then proceeded to teach and sing to me his ideas of the interpretation of the work. It was amazing to hear him sing it, and it was evident that he could tell how I had performed it and how he wanted me to improve the performance. It was a wonderful experience and one that I will always treasure. Since that time, the Mazurka for unaccompanied euphonium or baritone has become a staple of the euphonium repertory. Thank you so much, Nicholas Falconi, for this wonderful piece. 1971, I met Midwest Band Clinic in Chicago, more than 50 私はミシガン州立大学 MSU のバンドディレクターを40年も務めたんだよ。ユーフォニアム奏者としてはこれからなんだ。日本にも行きたいなぁ。と何度もおっしゃっていたのが印象的でした。ちなみにファルコーニ先生のお弟子さんには海軍バンドで活躍したアール・ラウダー、ロジャー・ベーレンド、チューバーのマーティー・エリクソン、 そして作曲家のジェーームス・カーナーさんが有名です。ラウダーさんはニュー・スーザ・バンドで2度来日エリクソンさんはファルコーニー・フェスティバルの座長カーナウさんはユーフォニアムとバンドのためのシンフォニック・バリアンツで ABA のオストワルド賞を受賞され日本でも知られる作曲家です当時を振り返るとアメリカの大学でユーフォニアムを指導する先生は ファルコーニ先生と南ミスシシッピ大学のレイモンド・ヤングニューメキシコ大学のフレッド・ダートなど3人ともバンドディレクターとロー・ブラスの指導を兼務されていましたねさて50年後ブライアン・ボーマンの後を継いだデイブド・チャイルズはノース・テキサス大学で30名を超すユーフォニアム専攻生を指導する教授また 昨年の9月からインディエナ大学のユーフォニアム教授に就任したデマンダレ・サーマンも若い世代の優秀なユーフォニアムアーティストです。彼らの使命はユーフォニアム奏者と音楽教員を育てること。演奏家としての就職先は陸海空海兵隊アーミーフィールドバンドコーストガードバンドなどの軍楽隊アメリカではこれをサービスバンドと 呼びますそして音大のユーフォニアムの指導教員アメリカには音楽学士号と音楽修士号を取得できる大学が158ありますその音の音大ユーフォニアム専任教員ですでもそのほとんどがトロンボーンとチューバーの指導あるいはファルコニに先生のようにバンドディレクターを兼務します。 ですから、チャイルズやサーマンのようにユーフォニアム専攻生だけをレッスンできるのは責任は重いですがスペシャリストを育てる非常にやりがいのある仕事ですよね。ファルコーニ先生は引退後も全米各地のスクールバンドのコンサートに招かれてはソロや指導と審査また執筆活動に活躍されました。 ABA、JBA のハワイの合同コンベンションにも参加されています。そして1985年6月、生まれ故郷のイタリアのバァルフォルトーレ村にファルコーニ記念バンドのツアーが計画されます。そのちょうど一月前の5月、残念ながらファルコーニ先生はミシガンのイーストランシングの自宅で逝去され、記念バンドのツアーは異例の ためのツアーとして教え子の皆さんによって実施されました吹奏楽はヨーロッパでは文化アメリカでは教育人と社会をつなぐなくてはならないものですねご視聴ありがとうございました次回はユーフォニアムその三。 アメリカのユーフォニアムについてお話しいたします。お楽しみに。